日本のネットユーザーがハブと演刊が無事祈る、強行出場の美化に疑問の声もから中国メディア。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2014年11月9日、アミエキ大陸は、日本のネットユーザー、ハブと演刊、イエンハンのために祈る、不詳出場を美化することに疑問の声も、と題する記事を掲載した。 8日、中国上海で行われたフィギュアスケートのグランプリシリーズ第3戦男子フリーの直前、練習で、羽生譲ると中国の円環、イエンハンが激突した。これにより、ハブは顎と頭部から出血。円環も負傷した。一旦リンクを離れて治療した二人は、共にフリーの演技に出場。ハブは2位、円環は6位となった。日本のネットユーザーの関心が最も高かったのはハブの怪我の状態で、 好衣装が残らないで欲しい。休んだ方がいい。直前の6分間練習は危険。規定を変えるべきだといったコメントを残している。また、心配で見ていられない。二人の怪我が重くないことを祈ると炎感を気遣うコメントや、アクシデントの影響はあったが、ハブの気持ちは強かった。演技を行うべきだったかについては賛否があるが、彼にとってプラスになると思うとする意見も。一方で、何が感動だ 選手生命に影響が出たらどうするテレビの解説者は、記憶に残る一幕と言っていたがそう思わない。確かにすごいとは思うが心配といった、負傷しながら出場したことを美化することに疑問を呈するコメントも見られた。翻訳編集スラッシュ TK。宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手。1994年12月7日生まれ。全日本空輸 ANA 所属。 2014年ソチオリンピック2018年タイヤマサオリンピック男子シングル金メダリスト羽生譲のプロフィール09年ジュニアグランプリファイナルを14歳の史上最年少で制覇10から11年にシニア転校11年3月アイスリンク仙台で練習中に被災。12年世界選手権銅メダル同年5月に練習拠点をカナダトロントに移す12年全日本選手権優勝 14年ソチゴリンでは SP で史上初の100点超えとなる101.45点をマークし、日本人男子初の金メダルを獲得。同年の世界選手権も初優勝。16年グランプリファイナルで史上初の4連覇を達成。5連覇のかかった同年の全日本選手権はインフルエンザで欠場した。17年11月、NHK 杯公式練習で転倒し、右足首の人体、帯、体帯を損傷。 18年の平正オリンピックは約4ヶ月ぶりの復帰戦にもかかわらず2大会連続で金メダルを獲得した。7月に個人では史上最年少となる国民栄誉賞が授与された。家族は両親と姉。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。